暁の霜を打ち破くとは、打ち砕くか。人形め、愚かな人形めが。が、なんだこれは。世の魂が拒まれる。クレア。己、やはり人間の肉体では世の魂の器とはならぬ。世の魂を受容できるのは人形の体しかないということか。ルー、この乙女を返す代わりにそなたの体をもらい受ける。なんて勝手な。ふざけるな、誰がお前なんかに。そなたら人形は世の永遠の奴隷。世には決して逆らえぬ。ギズモギア・ギアス。その術は。霧より生まれし者に命ず。古の使命に従い、何時その力を封ずべし。あれじゃん。あ、人形専用の禁術だ。お兄さん使ってたね。もはやそなたの意志では指一本動かせぬ。ドールマスターの術じゃないか。ドールマスターの術ではないか。愚かな人形よ。そなたらは所詮世の道具、自由な意志などを皆無にして絶。世のために生き、そして世のために死ぬのがふさわしい。嫌だ。僕はお前なんかに、プリマも待ってるし。世に逆らう意志は消去あるのみ。人形としての使命と宿命を受け入れ、世の血肉となるがよ。おっさんがね、乙女の体に。ギズモギアギアス。ん？何やつ？おお、お兄ちゃん、力を解放してくれるのか。ルシアン、そなたまでもが世に逆らうというのか。何をしているルー。お前の力はその程度か。無駄なあがきだ。人形ごときに世の禁術は破れぬ。私を倒したあの力を思い出せ。お前は誰かに操られぬ人形ではないはずだ。コインの力を思い出すんだ。いける。お前にはお前の意志がある。その力は無限の力を解き放ち、お前を縛る全てを断ち切れ。目覚まりな。あ、お兄ちゃん、兄ちゃん。ルシアンが。ありえない。人形が、たかが人形が。おのれ人形どもが、どこまでも世に反逆するか。溶ける。世の魂が崩れていく。世が消えるというのか。最大最強のエオンたる世が人形ごときに傷つけられるだと。認めぬ。世は認めぬぞ。やむを得ぬ。この姿が失われるな、新たな姿に再生するのみ。世の魔法デュープリズムの力にて、力の結晶たるデュープリズム、あらゆる光の流れを操る魔法。世は光に帰り、デュープリズムの魔力を得て、大いなる光となりてよみがえろう。世はデュープリズムと一つになる、一つになるの。ドールマスター。クレアも心配だけど、ドールマスターもよくやったる。お前の意志の力ならバレンの禁術を、我ら人形の宿命を破れると信じていたぞ。どうしてもこう、当然のことだ。お前は私の、もはやこれまでか。ルー、さらばだ。兄さん。バルクはないものだな。そう呼ばれるのも、私の100年報われたか。ああ。世は神聖す。そうだ、まだ戦いは終わってない。
要はまさに究極の光となりで炎天のもとに降り立つであろう。あらゆる意志と生命を浄化の光で焼き尽くす。何言ってんだ。おお、なんだその姿。怖い。なんなのこれ。攻撃できない。できない。いつが攻撃なのこれ。待って、回復が落ちてるな。今飛んだ。何この攻撃。全然攻撃与えられないですけど。ちょっと、そうか、ガードができるじゃないか。忘れてた。ガードの存在忘れてたな。ちょっと食らうけど、攻撃の時がね、多分どっかあれなのかな。撃ってきてる。飛んできそう。食らった。ちょっと色が変わった時かな。痛い。怖い。いた。これが頭じゃないとダメみたいな。すごいあれだね。この時しか攻撃の時が全く分かんない。違うわ、これあれだ。また殴られてしまった。これあれだね、一回食らったらもう引き寄せられちゃう。痛い。ダメだ、間に合わなかった。こいつもあれか、頭に入れないと。最後多分あの時に頭に。痛い。怖い、追いかけてくるこの子。追いかけてくる。諦めてください、僕のことは。もう諦めてください。待って、回復取れそうだな。次回ったら取れない。こっち行って、やばい、捕まった。よし、ドタマに一発。帰ろう。終わった。乗れ。あれはデュープリズムは世の光、世のすべて。
誰にも渡さぬ、誰にも触れさせぬ時空の真髄で再び世と共に眠るのだ。一瞬眠る。デュープリズムがある限り世は永遠不滅。たとえ1000万の歳月が巡り流れようとも、世は必ずや新生を遂げるである。デュープリズムと一緒にどっか行っちゃったよ。戻ってきた。クレア。クレア。クレア、僕だ、ルーだよ。目を開けてくれ。クレア。ダメなのか。僕は、また救えないのか。違う。彼女は息をしてる。生きてる。今度こそ助けるんだ。絶対に。でもその前にここ脱出しないと。わっ。崩れるのか。必ず帰るんだ、クレアと一緒に。モンスターがいるのか。ここサイコマスターと戦ったとこじゃないか。邪魔よ、どけどけ。おお、ミント、ほりゃすげえ。たく頼りないわね。この程度の雑魚ぐらいちゃちゃっと倒しなさいよね。ミント、お、その人もしかしてクレアさん。うん、ってことはあんたデュープリズムで願いを叶えたのね。えらい、でかした、よくやった。ルー、何、私たち親友よね、パートナーだよね。だから私にもデュープリズムを使わせてくれるよね。できればそうしたいけど、眠っちゃったよ、デュープリズム。おお、ナイス。よし、早速世界征服よ。でもデュープリズムは消えちゃったんだよね。なぬー、消えた。どういうこと。いや、説明してる暇ないから。今バレンを倒したら一緒にどうしようもなかったんだ。ショック。私の野望が、世界征服の夢が。ぬぬぬ、いやだ、冗談じゃない。こんな展開納得できないわ。え、危ない。ミント、仕方ない、逃げよう。とりあえず逃げるのが先だ、これは。そうだ、帰ったらかぼちゃの煮物食べなきゃいけないし。何してんの、早く早く、ハリアップ。おー、瓦礫が。ひえ、ルー、ドロッと大変よ。どうした、ルーは一緒じゃねえのか。まだ中にいる。いきなり岩が降ってきて道が塞がれちゃったのよ。なんだと。こうなったら力ずくで助けるわ。あんたのマシンで中に突っ込むわよ。ふざけんじゃねえ。あんなスモールなゲートから入れるわけねえだろ。こいつのバーニングソウル砲で入り口をぶっ壊せばいいでしょ。そんな便利なキャノンはついてね、ついてないのか。まどるっくし。だったら突撃するだけを無理やりねじ込めばなんとかなるわ。つべこべ言わずにさっさと出しなさい。ああ、ここはもうダメだ。脱出するしかねえ。ノレミント。やだ。
ルーたちを置いていけるわけないでしょうが。さすがミント、根はいい子なんだよね。そうかよ。はっ、あすまねえな、こうでもしねえとおめえを連れ帰れねえからな。本格的にデンジャーだな、ここいらが潮時か。ルー、すまねえ、すまねえルー、脱出じゃダメだ、びくともしない。僕一人なら通れそうだけど、クレアは置いていくしか。できないよ、そんなのできるわけない、あんなに苦労したのに。ごめんクレア、ごめん、また君を救えなかった。だけど今度は僕も行く。ずっと一緒にいる。あ、サイコマスター生きてたのか。なんだこの光は。消えた。サイコマスター、お前最高。あ、そんなつまんないこと言ってはダメだ。これで良いのですね、ルシアン様。砕けた。何が起こったんだ。僕はまだ生きてるのか。クレアは。あ、これはメルの。おはようル。メルが部屋にいる。メルさん、ここは僕の部屋。戸惑うのは無理はないわね。3日も眠り続けていたんですもん。3日？あ、同じこと言ってる。バレンの聖域が崩壊したあの日、湖畔に倒れていた君をエレナが発見したの。君は意識を失っていたわ。だから私が呼ばれて魔法で治療していたのよ。クレアは？彼女はどこにいるんですか？慌てないで。クレアさんも君と一緒に発見されたわ。あの、クレアは元気なんですか？メルさん、どうとも言えないのよ。え？クレアさんは生きてはいるわ。でもずっと眠り続けているの。どう処置しても目を覚まさないのよ。いろいろ治療魔法を試してみたけれど、どれも目立った効果がなくて。なんだと？じゃあクレアはずっと目を覚まさないんですか？そうは言わないけれど、彼女の眠りがいつ終わるか私にはわからないわ。明日かもしれないし、1年後かもしれない。ひょっとしたら永遠に眠り続けるかもしれない。やっぱり不完全な再生だったのか。クラウスさんの家で眠ってる。でも会えば逆に辛いかもしれないわよ。辛くなんかないです。今は眠っていても彼女は生きてる。きっといつか元気になると思います。僕信じてます。そう、私の役目はここまでのようね。これ以上私にできることはないし、もうその必要もなさそうね。だって君は随分強くなったもの。え、さよならル。クレアさんが早く目を覚ますように祈ってるわ。消えた、メルさんが。
さん。メルさん。なんだい。記録しよう。クラウスさんの家にいるって言ってたな。一刻も早くクレアに会わない。あ、なんだ後ろの魚の石像。もう歩けるのかね。その声は、おお、ミントかと思った。プリマドール、元に戻ったのかい。うん、ハンシーメルって人が魔法で直してくれたんだ。僕も元気いっぱいだよ。よかった。そういえば忘れてた。ルー君はクレアさんのお見舞いに来たのかな。はい、彼女まだ眠っていますか。まあその、何かあったんですか。いや、そういうわけではないがね。まだ目を覚ましていないんだ。うん、じゃあ顔だけ見ていきます。え、それはちょっと。とにかく今はまずいんだな、プリマドール君。そうだよ、男の子は入っちゃダメなんだって。だから僕も追い出されちゃったんだ。ミラとエレナが世話をしているよ。今すぐ顔を見たい気持ちはわかるが、少しだけ待ってくれないかね。そうですか。それよりさ、ルー、聞いて聞いて。あのね、僕に家族ができたのさ。家族。プリマドール君をうちで引き取ることにした。おお、お父さんになったな、クラウスさんが。エレナも弟ができて喜んでるよ。僕も寂しくないよ。ね、お父さん。あ、もうお父さんって呼んでる。うん、そうか、おめでとう、プリマ。よかったね。ルーが悪いやつらをやっつけてくれたからだよ。ありがとう、ルー。さて、ルー君、クレアさんのお見舞いはちょっと待ってくれないかね。はい。というわけで、あれか、違うとこ行かないといけないんだ。お、お茶係。ルー。あ、ミントだ。やっと起きたのね。3日も眠りっぱなしだったから、このまま死ぬまで寝てるんじゃないかと思ったわ。ありがとう、心配してくれて。何言ってるのよ。私があんたの心配なんかするわけないでしょ。あ、これなんかミントの曲だ。そりゃ出発する前に会えてちょっとは嬉しいけどさ。出発ってどこへ。実家よ、実家。もう2年も帰ってないから、妹を送るついでに里帰りしようと思ってさ。もうすぐ船で出発するわ。だからあんたともお別れってわけ。しばらく実家でのんびりしてから、また遺産を探しに行くわ。デュープリズムよりもすごい遺産を見つけて、世界を征服するのよ。はぁ、あ、はっはっはっは。懲りない人だな。というわけで、ルー、な、何？次の遺産を探すときはあんたも手伝うのよ。どうして僕が。そんなの決まってるでしょ。あんたはデュープリズムでクレアさんを助けたけど、私には何にもなしよ。不公平よ。私も頑張ったのに、あんたばっかり得しちゃってさ。だから今度は私の野望を実現するために協力してもらおうよ。そんなこと言われても。遺産の情報をつかんだら連絡するわ。じゃあね。あ、やっぱりミントって台風みたいだ。あ、でもね、これでつながりが持てたわけですから。あとなんかこちら辺とかじゃないかな、行くとしたら。ロットさんのところか。誰かいる？おほ！グレアムの子分になったのか、お前ら。トレーニングが厳しいっす。覚えてろよ。そういえばいたな、こんなチンピラ。
お、ルー。その様子だと体調はいいみたいだね。安心して、これで心置きなく出発できるね。あ、みんな出発しちゃう。もしかして二人とも。ああ、町を出ていくのさ。バレンの遺産が消えちまった以上、カローナの町に留まっていてもね。あんな高い宿代払って。どこか別の土地で別のお宝を探すことにするよ。お前との決着をつけずに出ていくのは心残りだが、姉さんの命令だからな。また会う日までバトルはお預けだが、お前は我が永遠のライバルだからな。いつか必ずお前を超えてみせるぜ。首を洗って待ってろよ。そうかい？そこまで言うならここでバトルしてもいいんだよ。私は止めないよ。今はやめときます。寝起きのルーをやっつけても自慢になりませんから。言っときますけど、俺は決してビビってるわけじゃないですぜ。そういうことにしといてやるよ。まったく、二人とも助けてくれてどうもありがとう。いいんだよ、私らだって結構楽しいんだからね。さてと、デューク、そろそろ行くよ。へい、姉さん。さよなら。なんだい、元気がないね。あんたはバレンの遺産で願いを叶えたんじゃないか。自分のやりたかったことをきっちり実現したんだよ。もっとシャキッとして堂々と胸を張ればいいのさ。わかった。次に会う時までにはもっとたくましくなっておきな。楽しみにしてるよ。元気でなる。またバトルしようぜ。この二人好きだな。ミントはね、ミント編をやるとね、わかるんですけどね、ミントの本当はいい子なんだなっていうところがね。さあ、あとはロットかな、行くとしたら。そういえば教会にお金寄付してなかったな。最後まで。あ、いたいた。おお、ルーじゃねえか。また俺様とバトルしに来たのかと言いたいところだが、悪いがもうバトルはできないんだ。俺様の大事なグレートマシンをメンテナンスしねえとならねえ。今度のトラベルは長くなるからな。気合い入れてチェックしねえとな。この街を出ていくんですか。俺様、世界を股にかける男、ロッド・ザ・ブレード・スターだぜ。一つのタウンに腰を落ち着けるのも悪くはねえが、長いしすぎるとソウルのファイヤーが消えちまうのさ。カローナタウンも静かになりそうだ。バトルの相手もいなくなっちまうし、ニューウェポンの材料も探して、ここらが潮時ってわけだ。ああ、ルーオシバ的なドットもいなくなっちゃうのか。またジョニーウルフと二人でさすらうぜ。かわいい、ジョニーウルフ。まあまあ、お尻がかわいい。いろいろお世話になりました。おいおい、景気の悪いフェイスはよせ。永遠にグッバイするわけじゃねえんだ。生きてりゃどこかで会うかもしれねえ。いや、会うかもしれねえじゃねえな。ルー、おめえとはきっとどこかで会うはずだ。会うに決まってるぜ。え、理由を知りたいか。教えてやるぜ。おめえは俺様と同じように熱いソウルを持ってる。それが答えだ。おめえと俺様のソウルが共鳴すれば、いつか必ず再会できるさ。じゃあロットさんに会いたかったら、おめえのソウルのファイヤーを消すんじゃねえぜ。ルー、ソウルのファイヤー再開したらもう一度レッツバトルだ。いいな、必ずだ。ですか、ルーの友達みんなバトルしたがるな。はーい、オーケーだ。あばよ、ルー、いい夢見ろよ。これで全員かな。
りあえず一回戻ってみるか。まだ田中ってなんか言われるでしょ。まだダメだよみたいな。あ、いけそう。あら、ルー君。そろそろクレアに会ってもいいですか？え、それはその。ごめんね、ルー君。もう少し待ってくれないかしら。そうですか。わかりました。また後で来ます。まだなの？まだ行ってないとこがあるんだな、きっと。え、あそこ。まだ会えないのか。顔だけでも見たかったな。クレア。ルー。あ。あ。クレア。まだ眠っているんじゃん。本当はね、ルフィより少し先に目を覚ましてたんだよ。ごめんなさい、ルーさん。すぐ知らせようとしたんですけれど、クレアさんに待ってって言われて。どうして？だって3年ぶりなのに寝起きの顔なんて見せたくないもの。だからルーにはちょっとだけ秘密にしてたんだよ。女の子。その間にお母さんと私で身支度を手伝っていたんです。そうだったのか。心配させてごめんなさい。私のわがままのせいで。いいんだ、もういいんだ。僕はただクレアに会いたかっただけだから。おかしいな、僕どうしたんだろう。やっと会えたのになんだか胸がクラクラするんだ。クレアのことまともに見れない。あれ、ルーさんどうして泣いてるんですか？お姉ちゃん黙って。プリマの方が大人だ。無理しないでる。私だってこうして会うまでは不安で不安で仕方なかったのよ。3年ぶりに会うルーがすっかり変わってしまっていたら。3年も眠っていた私はルーの変化についていけないかもしれないって。ほんの少し怖かった。だけど安心したわ。少しだけ背も伸びて腕だって太くなったけど、ルーはルーのままでいてくれた。どうしよう。どうしたの？ずっと考えてたんだ。クレアに会えたら何を話そうかって。くじけそうな時はいつも考えてた。最初になんて言うかも決めてあったはずなんだ。でもクレアの顔を見たら、言おうと思っていた言葉が全部吹っ飛んでもう真っ白で、僕なんて言えばいいのかわからなくなってしまった。私も夜目を覚ました時から考えていたのに、ルーに会った途端忘れてしまったの。だから今の気持ちをそのまま言うしかないわね。ルー、ありがとう。ルーのおかげで帰ってこれたわ。おかえり、クレア。まあ。あれ、ミントまだいた。お、みんな集まってきたぞ。なんか冷やかしに来たのかこれ。お、金が鳴って、おー、エンドロールだ。
はい、ということでデュープリズム、とりあえずルー編の方クリアですね。いい、よかったね、これなんかみんなハッピーエンドでね、最終回。いやー、やっぱなんか相当昔にデュープリズムやったんですけど、またねやり直してみるとやっぱいい作品ですねこれね。エレナかわいいな。さあミントがね、そうこのゲームはあのルー編とミント編があるので、一応一回エンディング迎えますけど、あの今度ミント編をねやりたいと思います。まあ、大体の話は一緒なんですけど、なんか、細かいところが結構違うのと、1周目でね、ルー編で選んだ選択肢とかがそのまま反映されてたりするので、なんかそういうのも、楽しめたらいいんじゃないかなっていう。当時は私、あのミントからやってルー編やったんで、当時と逆だね、これも。ルー編からやってミント編だからまた違う、見方ができそうな。いや本当になんかキャラクター一人一人が個性が強くて、いやー面白かったな、デュープリズム。まああとちょっとね、あの奥行きというか距離感がちょっとつかむのが難しいという。あー、かわいい、かわいいな、ワンワンかわいいな。なんか最近のゲームだとエンドロールになるとなんかちっちゃい名前がねバーってなるけど、この当時のゲームだとすごい分かりやすい、このエンドロール。英語とかじゃない、なんか日本語だから今までの名シーンが、ね、マヤちゃんもすごい かぼちゃになっちゃった、ミントが、ミントかぼちゃ、さりげなくツインテールになってたよ。もうこいつらもドールマスター軍はみんないい人だったよね。多分なんかその違う次元で出会ってたら普通にルーたちとねみんな仲良くなれたはずなのに、あのバレンのせいでね、最後はいいお兄ちゃんで終わったね、ドールマスター。ドールマスターとサイコマスターだけいなくな、おー、おじいちゃん残りの二人は幸せに暮らしたんだろうな、きっとな、平穏に。あー、いいお兄ちゃんだったよ、ドールマスター。本当にね、人形にさえ生まれてなければルーと仲のいい兄弟でずっと一緒に暮らせたのにね。兄さん。というわけでエンドロールをね最後、まあ、ちょっと余韻に浸りながら眺めようかな。お、ルーのストーリー、エピローグかな。ここまでのクリアデータをセーブしますか。このデータはミントのお話に引き継がれます。ミントのお話を始めるときはこのデータをロードしてください。わかりました。すぐにミントのお話を始めますか。ミントのお話を始める。
タイトルに戻る。セーブ画面に戻る。とりあえずタイトルに戻ろうか。新しくミントのお話を始めるときはタイトルで続きから始めるを選んでミントの旅立ちをロードしてください。はい、というわけで、デュープリズムルー編がとりあえず終わったので次からはミント編に入りたいと思います。これであれだね、続きからにして、ミントの旅立ち、あーもう0時間になってる。ここから始めるわけですね。 OK です。とりあえず今回はここまでかな。ここまでで終わりたいと思います。世界は案外ちっぽけなもんで、踏み出すたび違う顔を見せる。誰一人として感じるものが根本の部分で異なってるんだ。その中で分かち合って繋ぎ合わせて生まれてくる小さな光を灯すためのランプは今か今かと待ちわびていて、光がこの光が僕の中で雄たけびを上げている。魂が愛になるその時まで光を。